昨日に比べて風も少ないからね。ちっちゃいね、うちゃん。歯磨きし終わったら秒で寝た。いただきます。いただきます。今回あのキャンプ場、あのタコでしょ、去年か夏に1回行って、あそこのキャンプ場面白い。お風呂もさ、貸し切りなんでしょ。パパほら前回シャワー入っちゃったからわかんない。あー、貸し切り綺麗だったよ。あ、そう、割と大きめで。一応電源サイトとは言ってたけど、車の台数も多いっぽいから、みんな電源使えないから。だから今回ほら、ホタテ変えたから、まあ、どんな感じなのか、ちょっと初めて使うやつは楽しみだな。初めてじゃない？なんかキャンピングカーの友達のさ、家にちょっと全泊でお邪魔するの。全泊はね、なかなかない。来週も幕張だな。今週は幕張よりちょっと先。来週はジャパンキャンピングカーショー。幕張メッセ。来週土曜日か。あの、もともとね、ゆうすけさんとフリーママが出るステージに当日いるから、様子見に行きますよ、応援に行きますよぐらいの話だったの。まあ、急遽出れますかみたいな感じになって、まあ、出てもいいんだったらっていう雰囲気のまんま決まった。マルポさんもいるんでしょ。そう、マルポさんも一緒に。まあ動画公開される頃にはもう多分喋り終わっちゃってる。終わってるね。来てくれた方もありがとうございます。でもなんかキャンピングカーも結構いろんなの出てるっぽそうだね、新しい。今年もやっぱね、あの規模はやっぱ一番大きいと思う、ジャパンに。ね、何年か行ってんだろう。何年目？ジャパンはね、最初購入してからはや一回見たんで、初めて。購入する前は行ったことないから。で、去年はね、あのボンズキャンパーの方で出店ブースにいたし。そっか、なんだかんだ、なんかでいる。いる。さて、とりあえずはまあもうちょっとお友達のところまではひょんと。寝ちゃうし。うん。電源はね、今日特に使わなかったけど、これね、持ってきたやつ。これで2000だよ。こんなちっちゃいんだよ、これ。これね、吉野パワージャパン。まあ多分明日はね、これ活躍すると思うけど、今日はね、もうこのままで。まだ出番なし。ういちゃんすごいね。歯磨きし終わったら秒で寝た。じゃあ寝ましょう。あとピザとかか。OK。 あと OK。 うん。回っていけんだったら回すから。
タコ到着です。よし、じゃあソーラーこれでとりあえず一旦 OK、 準備ができたからちょっと一回入れてみようか。これも刺すだけ。そう、ここね、うん、で刺すと、あ、もうなんかピッて言ったね。今またピッて言ってた、ね、あ、今入った入った。110ワット、150ワット、150ワットぐらい。これ多分200ワットのソーラーだからかなり入ってるか。200でそうだね、150入ってたら上等な、うん、結構入ってる。ソーラーがこんな感じ。結構傾斜があるよね。ね、傾斜があるからその分なんか吸収率も良さそう。そうそう、多少日が落ちてもちゃんと日が入るようになってる。これね、傾斜がね逆にない直角だとちょっとでもね日が暮れちゃうとちゃんと入らなくなっちゃうからね、意外とこの高さの方がいいかもしれない。じゃあこれ薄くてワンタッチでいけるからいいね。そう、まあ、そこまでめちゃくちゃ軽いわけではない、うん、でこのポタデンが小さい、めちゃめちゃ小さいからちっちゃい、なんかねすごいねソーラーがでかく見える。結構スタイリッシュ。てかソーラーがすげえでかく見える。あ、今もう満タンなのとパパの陰で80ワットぐらいです。はい、じゃあ全然。ありがとうございます。いい、こちらを使っていただけると。よいしょ。こちらだけで。ええ。クリア6台くらいかな。そう、そう、そう。あ、これで多分。はい、これでました。アドレスカメラの設定すればそれも。でも本番の時には違うになっちゃうんだけどね。クリスマスとかも。あ、いいじゃん。ね、シャワー浴びたかのような。いや、だから初め途中でもうシャワー浴びてたんですよ。うまそう、うまそう。あそこからなんか体育が借りた。こう、うーちゃんもこんなリボン欲しい。いや、あ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 、違う違う、お水じゃなくて待ってるだけ。パク取って。パクちゃん。いや、でも手が入ったら、手洗ってこよう。でも40度って聞かなかったら、知ってないの？いや、覚えてないよ。なんで？つまり分離しちゃうね。美味しいっす。うん、うん、でもね。サクラちゃんボードできんだもんね。うん、美味しい。残りは 66%。 ずっと冷蔵庫使ってたけど結構残ってる。思ったより、うん、ドライヤーを使う。ざっと1200ワットぐらいは使うのかな。ずっと冷蔵庫を使ってたけど 65% も余ってる。そん
だけ使えてこの大きさだったらすごい。うん、1200ワットぐらい今ドライヤーで使ったけど全然平気だ ね。てか全然音しなかったの、うん、こんなちっちゃいの。ほら、だってこの iPhone と比べるとこんなもんやで。大きさ本当だ。12 Pro と比べてこんなちっちゃいわ。マジでコンパクトじゃない。パパの手のっけとこんなもん。めちゃくちゃ軽いってほどでもないけど、でもまあこのサイズ感はすごいよね。すんごいちっちゃいよね。だっていつもの比べるとこんなちっちゃいんだよ。わかるかな、こんなもん。すんごいちっちゃい。これで 2000W 使えるから。だからさ、結構スペースにさ問題ある人とかはさ、うん、こういう方がすごいいいよね。キャンカーも言ってスペース取らないで使えるんだったら、それは当然取らない方がいいからね、うん、これだったらね、本当普通車とかで積み込む、要は大容量ポータブル電源って大きくて入らんとかよくあるけど、そういうのないもんね、これなら。ないね。家に置いといたってそんな邪魔じゃないし、あの防災対策用品かとしてもすごくいい。優秀。こんなちっちゃいからね。これ今回初めて使ったけどすげえいい。思ったより長持ちするしね。もうちょい減りが早いかなと思ったけど全然減らないから。固体電池のおかげで多分今度ちっちゃいんだよね。新しい時代だもん。新時代だね。よし、じゃあもう今日は寝ます。ちぐちゃんもおやすみ。今日は下だね。そうです。バックベッドを作る気力がございません。よし、じゃあまた明日。おやすみ。これ菜の花かな。あれ、ちょっと早くない。菜の花ってこの時期。もうちょっと後。このタコの道、多分何回か行かないと覚えられなさそう。なかなかね、入り口が恐怖。これどうやってすれ違うって話は。入り口恐怖だし、入り口の入り口がわからないよね。そうそう。で、今回ね、その持ってきた吉野 B2000、またあと SP200 っていうあのソーラー、まあ、ソーラーに関しては傾斜がねすごい特徴的だった。あの角度でソーラーを充電させるって今まで多分ないんじゃないかな。結構な傾斜だったね、うん、で意外とでもあれは確かに理にかなってて、太陽の光を全面的にキャッチできるから、その辺は確かに、まあ、言われてみればあれだなっていう気もする、まあ、その分スペースを取ったりとかそういうマイナス点も、まあ、なくはないけど、まあ、やっぱりですね、ソーラーとして一番大事なのがソーラーのパワーを吸収することが一番大事だから。で、まあ、B2000、まあ、B2000 に関してはもうあんま言うことない。思ってた以上に使える。本当に、うん、実際に使ってみて使える。で、なんつってもそのコンパクト、まあ、固体電池特有で、うん、今までの 1000W クラスぐらいのサイズ感で使える 2000W の、 あのポータブル電源だから大容量なんだけど、大容量感がないんだよ。ない。そうで、だから実際はね、そのソーラーも今回1枚しか繋がなかったけど、最大で3枚繋げるらしくて、本来は3つ繋げて充電もできる。そうで、だから B2000 はその辺がすごく優秀だった、うん、まあ、一番使う USB 関係はフロントフェースに全て揃ってるから、ホームボタンじゃないけど電源つけるとこと、まあ、インターフェースがね揃ってると。唯一難点って言えば AC のコンセントが反対側にある。唯一の難点はそこ。まあ、とはいえ別にそれが原因でこれが使えないあれが使えないってことはない、まあ、単純に前に全部あったら見やすいよねっていうだけぐらい の、 あのメリット面しかないけど、あとはとってもねすごい持ちやすかったし、なんだって可愛くない。なんかポタデンらしからぬ色合いと、なんか見た目というか、ちょっとこう緑色のね可愛い感じのグリーンで、そうそうそう、吉野パワージャパンって、まあ当然ジャパンなんで日本の法人がちゃんとあって、でほらうちの場合はさ、実はさこれ撮影する前にさ物のとさあのもあの多く来ちゃって、で実はカスタマーサポートに一回連絡してるんだけど、このカスタマーサポートもあのちゃんと当然日本人、うん、でちゃんと普通に真摯に対応してくれてて、これ結構重要な話なんだよ。で今回たまたま電話する機会があって話したらもう全然すぐ対応してくれたし、一応ねポータブル電源はそもそも5年保証なんだ。そうだから、そういう点で考えると、まあ、当たり前だけどアフターのところがしっかり
対応してくれそうな会社かどうかっていうのも一つの購入の時の観点だと、まあ、あとはね実際にねこれがね5年ぐらい使ってみてどうなるかっていうのはね、まあ、正直使わないと分かんないところもある。でまあ確かにそんなに正直ベースでずっと昔から知ってたかったってやっぱ知らないかったから、実際ね今回知ったのは正月にあった能登の地震の時にすごい早い段階でポータブル電源を災害地に送るっていうので、たまたまツイッターで見て X で見て、それが吉野パワージャパンっていう会社で、でたまたまこういう今ご依頼をねそういただいて、そういう機会ができて、で あの会社すごいねその印象が残ってて、結構ねバイアスかかった見方しちゃうとあれだから公平に見なきゃなっていう思いながらも見て、でやっててもモードとしてもちゃんとしてるし、そういうスピード感もちゃんとして速かったし、そういう面でもすごくプラスのイメージがある、クリーンのイメージがある。そうだからそのねツイッターとか、まあ、SNS 関係でもねこれから今度あの写真の方も出していくから、まあ、そこからねこういうなんかイメージとかねキャンプのイメージ、車中泊のイメージねそれぞれ撮影してるんで、それもまたね見てもらえて、まあ、イメージをね掴んでもらえればと思う。家はねそんな遠くない、200キロないぐらい。あ、そうなの。なんかちょっとどっか寄り道する？寄り道してながら帰るか言っても意地だから。そうそう、でもなんか夕飯考えるのめんどくさいからさ、昨日買ってたおでんあんじゃん。あ、まあ一個負けてないから。そう、あれをもうめんどくさいから車の中で開封して温めて、そうやっていけん。うん、食べちゃおう。とりあえず今帰宅したけど、今日はまだおでんが冷蔵庫の中に大量にある。大量にあるからそう、ご飯がもうめんどくさいから、もうなんかいつもほらウーバーとかも頼んじゃうしさ、うん、家帰ってきて旅の後ね。そうね、今日は一回こっちで食べちゃおう。もったいないからね、うん、まあ車の中の方が今ささっと準備できるからね、うん、よし、じゃあそうしよう。コンパクティだな、収まりがいい、ちっちゃくて、うん、ちっちゃいね、うちゃん。でもポタデンなんだよ普通なの、こうやってやるぐらいなんだ。そうだよね、ちっちゃいな。うーちゃんと比較してもこんな感じなの。ちっちゃいよね。充電するところは1個、もうちょっとつけてもいいと思うんだけどね。それでもそうだよね、多分充電するやつだよね。ね、携帯充電できる。そう言われてみりゃ、うん、まだ半分ぐらいこれ残ってるから、今日はこれでね電気鍋使い切ってやる。電気、電気鍋でも結構使うからね。そう、電気鍋使えるのかな。一つ一人前なんだけどさ、何個がいい？食べきれるかな。あとでも割とお腹買ってきちゃったからさ、うん、割とお腹空いてるよ。まあでも2つとあれも入れなきゃか。それで多分十分なんじゃない。うん、そうしよう。これもこの間の感じと似てる、美味しそう。まあこのでの温めるだけのやつはいいよね。いい。最近うちこういうおでん車の中はこれでいいよ、うん、家だと作るけどね、うん、家から車はこれが一番パパッとできて、まあ、ガスがあればガスでもいいしね。そうそうそう、今日はちょっと水分が足りないかな、うん、火入れちゃおう。そしたらそれを目指してこれで AC ってボタンを押して、長押し。そうそうそう、なんかこれかわいいね、うん、これでもあとは、あ、今何パーある？緑色のやつが残量なんだけどさ、65。いけるかな、結構使ってた。火入れるよ、はい、200度設定。あ、使われない。1000ワットぐらい、1015。あ、やっぱ結構使うね、うん、もうドライヤーぐらいか。いけるかな、これも入れちゃおう。すでに
か安いやつ買ってきたのがバレちゃう。お得シールが貼ってある。うーちゃんはおでんの中で一番好きな具は何ですか？もち切っちゃく、うん、ウインナー、うん、はんぺん。あー、はんぺんか。はんぺんある。油、うーちゃんよく言って。うーちゃんよかったね、はんぺんそれは別で買ってて。はんぺん買った。危なく忘れられてる、うーちゃんのはんぺん。うーちゃんはんぺんが一番好き。そうです。じゃあうーちゃん今日のコメントテーマ、動画の前の皆様はおでんの中で一番好きな食べ物は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。ウイちゃんは？はんぺん。ママは？ちくわぶ。パパは？これもち巾着。このなんか袋みたいに。そう袋みたいに。みんな大変です。はんぺんが凍ってます。オンになってからの冷蔵庫のいいとこでもあって悪いとこでもあるのが凍るだよね。奥に入れちゃったから。あ、凍ってる。めちゃくちゃ切って。お寿司とかも。お寿司はバキバキ。あ、でもなんか刺身、そう、刺身もバキバキなんじゃないの。大丈夫だよ多分。なんか面白いな、はんぺん。ちょっと凍ってるから先に入れちゃおうか。あ、面白いけどちょっとあれね、グツグツしてきた。意外と普通に動く。てかまあこんなちっちゃいのにようよう回せるわね。不思議だよ、ね。うん、どう？あ、ちょっとグツグツしてきて。いい感じ。うん、これさ、あったまりきったら保温みたいにするの？そうだね。そういうモードがあんだっけ。うん、消費量大丈夫かな。結構エグそうだよ。でも 48%。 あ、すごいね。意外とやるね、これ。このサイズでこんな使えるの。へえ、なんか変な感じ。いや、これはいい。だって場所取らないもん。普段使わないこともさ、あるじゃん、ポタデンって。あるある。車中泊行かない時とか、キャンプ行かない時とかさ、実際さ、家にあっても、まあ邪魔っちゃ邪魔じゃん。邪魔。このサイズだったらさ、マジ手軽さがいい。正直ベースで言うと、ここ最近冬そんなにでかいさ容量ぶっちゃけいらないじゃん。うん、だからさ、今もさ実際さ結構小さいのばっか使うじゃん、うん、でこれだったらさ、それのさ小さいサイズと同じ感じで2000まで使えるわけでしょ、うん、だコンパクトなまんまドライヤーが使えるわけじゃん、うん、簡単に言うと。その辺はすごいさ利点だよね。もう全然ね使い勝手が良かった。なんかはんぺんはすごく深い膨らむんだよ、はんぺん。今日はちょっとあれだよね、海鮮系とかそうよく売ってるお店でちょっとお手頃のやつだけ買ってきて。フグだけあれだね、ちょっとこう高級なやつだね。トラフグか。今ママが開けてなんか売ってなくない普段、うん、普段なくて、たまたま今日なんかトラフグのあれが売ってて、まあんまり量入ってないからそんなめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、そうちょこっとだけしか入ってないやつ。いただきます。いただきます。もうとろびでしよう。うん、いただきます。うん、おでんとろびでね。うまくてツルツルしてて優しいお味。マグロだけどね。日本酒以外はグアバジュース。たまたま買ったんだよか。飲みすぎちゃったからね。あ、言うてパパ昨日も今日もあんま飲んでないけど。本当。ママは結構飲んでたじゃん。うん、よし、じゃあ乾杯。グアバで乾杯。このメニューにグアバジュースどうなって。うん、もうむちゃくちゃで。ちょっと吉野大丈夫。吉野ってさ名字みたいなんで。吉野全然余裕だね。 42% もあんま。もうねとろ火っていうかあれにした。すげえなこれ。吉野さんよし、じゃあいただきます。吉野くんか吉野ちゃんかわかんないから、吉野さんとりあえずいったこんなもん。はんぺん美味しい。まあね、はんぺんパラダイスだから。でもさ、日本酒飲みたくなっちゃう。うん、今日もいただいた日本酒持ってきた。うまい。たらダメだよ、貴重に食べてね。そうだよ、バクバク食べちゃうね。うん、日本酒飲みたくなる。ガバジュースじゃない。どうで、おでんも美味しい。うん、おでんは一応保温状態、火力少しだけを準備。うんうんうん、うまこんにゃく。うまいの今日止まらないのにね。家なんだって。家の駐車場だから。そう、家の駐車場でパクパク全然飲める。すぐ帰るから。
なんかすごい久々じゃない家のところのさ駐車場でさこんなんやってんの、うん、なんかいつかの誕生日とかママの誕生日の時前ここで焼き肉やったよね昔ね昔動画にはしてないけどこれもねもらったお酒だよね、うん、琵琶のお前大吟醸メニュー最高今日のメニューに合いそうな日本酒うんあれも好きだなおでん昆布でも小さい時昆布嫌いだったんだよねうん好きになった大人になって昆布というものが変わるんだな味覚うちはもともと好きだよ味噌汁昆布とかわかめだよわかめだったフグ食べに行きたいな今年山口県かあとどこだろうどこなんだどこがフグって有名なんだこの間のさ、山形のとこみたいにさ、実は名産みたいなとこは多分あるんだろうねこの間と同じセットだねおでんと刺身うんえこれ、ママあの、うずらの卵かと思ったこれ、うん、なんかじゃがいもだったへぇー、あ、美味しい違うのかそれ、もしかしてじゃあすんごいご飯の食べ方だね、そのご飯そうでしょ一緒に食べればいいのでもご飯も一応進めてるからよく働いてくれましたうん、いつの間にかね、隣にいるからあ結構あこれねここにファンついてんだうーん、うん、ここで放熱してんだ実際結構ハードに使ったけど触った感じはね熱はないね、うん、ない冷たい結構ねいい感じで風が出てたんで気になる残量 36% 割と残ってるねまだまだいけたわ結構しっかり使ったよねうんいやね正直言うと足んなくなった場合どうするって話してたんでそう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 これ結構熱使うから、うん、65スタートとか 30% は気にするじゃあぴったり 30% ぐらいか、うん、そんな感じで今回はお疲れ様でした34105よし預けが終わりやじゃあ帰ろうか帰るまあもう家帰るだけだからすぐそこやそう目と鼻の先よしじゃあうちゃんもお家帰るよはいじゃあおやすみなさいおやすみなさい。おやすみなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン。